8ミリ小の丸シール1枚黒く塗りつぶします。ホワイトマーカーや修正器などでこのように丸を描きます。それでは折り始めます。こちら 7.5 センチを使います。はい、白を上にして、下の縁を上の縁より1センチほど下に合わせて折ります。白い部分が1センチほど開くようにします。はい、このまま軽く半分に折ります。はい、半分にした時に下だけポツッとこのように押さえてください。はい、次はこちら、こちらもまた真ん中に合わせて軽く折ってください。はい、ちょっと裏返しっていうか向きを変えます。一旦こちら、この幅の1/3、これぐらいですね。こっから斜めにここ1センチ開くように裏側へ折っていきます。裏こうなってます。次はこちらの折り筋、はい、を折るんですけど、今度はここの幅の真ん中、このライン上、ここの幅の真ん中のこのライン上で後ろ側、裏側へ折ります。はい、次ここの境目から斜めに折ります。大体目安としてはこの折り目の半分あたりからこう斜めに折るといいです。こちらも裏側へ折っていきます。こうですね。はい、こちらもこの境目から斜めに同じように折ります。はい、ここまでできましたら、この角を少しちょっと裏側にして角を少し折っていきます。次、5センチと 2.5 センチ、こちら白を上にして半分に折ります。開きまして、ここ軽くのり付けして貼り合わせます。はい、こちら向きにして三角に半分に折ります。はい、こちらへ半分に折ります。そうしましたら、今度はここから5ミリほどこう斜めにこの角にこのライン上で折ります。はい、次は 2.5 センチ、白を上にして半分に折ります。2枚同時に上の角をこの下に合わせて折ります。組み立てていきます。こちらこのように、はい、ここの端をのり付けして少し斜めになるようにこのように貼ります。裏こうなってます。次はこちら長い方を上にして、この左側をのり付けして、ここへ挟み込むようにして
貼ります。あとは目のシールをこのヒレのちょっと隣あたり、左あたりに貼ります。塩を作るときは 2.5 センチの白、半分に折ります。開きます。上と下の縁を真ん中に合わせて折ります。半分に折ります。このまま V 字になるようにこのように斜めに折ります。で、こう高さがなるべく揃うようにします。はい、そうしましたらここをのり付け、下をのり付けしまして、先ほどのクジラの頭に貼ります。はい、これでクジラは出来上がりです。反対向きを折りたい場合は、先ほどここまで折って半分軽く折るところ、ここまで同じです。今度は左側を真ん中に合わせて軽く折ります。はい、そうしましたら今度はこちら、ここの幅の3分の1のサイズで、このここから1センチ、このライン上で折ります。で、今度はこちらの折り筋から斜め、この幅の半分のライン上で折ります。ここは一緒です。で、あとはもう折り方、角を少しずつ折っていくだけです。で、こちらも同じように裏側へ、このようにこういう感じですね、折っていきます。ヒレパーツの折り方は全く同じで OK です。同じようにこの端をのり付けして、反対にこのように貼ったらいいだけです。で、こちらも、こちらが上向きなので、今度は右側、ここをのり付けして、挟み込んで貼るだけです。はい。これで反対向きもできます。よりクジラらしくするためにボールペンなどでここ線を描いてもいいと思います。これも描きます。はい、ではまた次回お会いしましょう。さようなら。バイバイ。